年ぶりの久しぶりの優勝ということで非常に嬉しいですし、まあ、特に若い選手を、優勝とかその大きい舞台を、まあ、経験したことがない選手も多かったので、まあ、ここで優勝できて、まあ、自分たちが今までやってきたことがしっかりこう身になっている力になっているということを証明できて非常に良かったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、しっかり次の目標に向かって、まあ、チーム一丸となって邁進していきたいなというふうに思っています。また本選手も言いましたけれども、6シーズンぶりと久々の、決勝に進み、自分たちが目指していた、日本一の中優勝というのを取ることができたので、とても、良かったと思っております。個人的にも先シーズンあまり試合に出ることができなかった中で、今回このように全試合出場してやっぱり、頂点に立ったということは、自分の中でもすごい自信にもなったと思っているので、引き続きこれからのリーグに勝負していきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。まあ、オルド君も最近一生懸命応援はしてくれてますので、知事に申し上げたいことがあると思うと知ってるかなと思って、喋れないなんかあらかじめ用意してますか。最後どうっていうのかなと、彼の口癖になっているんですよ。最後もじゃあ頑張ってみたい。見えるんだな。実はあの特技は踊りでございます。さあ、すごいすごい。機敏に。フットワーク軽いね。はい、じゃあ頑張ってください。どうもありがとうございました。まあ、自分たちができることはもう皆さんにこういいニュースをお届けすることだと思っているので、まあ、そうした意味でも、まあ、こう地元の方々に、まあ、優勝といういい報告が、いいニュースを届けることができたのかなというふうに思っています。まあ、僕たちまだまだこう発展途上のチームだというふうに思ってますし、まあ、リーグ戦もまだこれから約半分残ってますので、まあ、そのシーズン中にも、まあ、これからどんどんこうチームが成長して、まあ、どんどんこう進化していって、まあ、最後また決勝戦で、まあ、いいバレーができるようにチーム一丸となって邁進していきたいなというふうに思ってます。アジア競技大会が愛知県の方で、26円だと思うんですけれども、来られると思うんですけれども、まあ、そういう中で、まあ、名古屋のチームが、日本一になったという名古屋からスポーツを盛り上げることができたのか、一つでも、その後役に立てたのでよかったなと思います。まだまだこれから、一戦一戦、大事に戦っていって、全然上位を狙えるチームだと思っているので、しっかり結果を残し、またここに挨拶できるように、精進していきたいと思います。ありがとうございます。